野良、帰ったよ。お疲れ様です。お外は暑かったでしょうに。ああ、それと野良、そこまで堅苦しくしなくていいんだよ。いえ、主様と従属、従属である私がそんな慣れ慣れしいことなんて。そうだね、でも主様はそんな怖くて硬い人じゃないから大丈夫だよ、野良。くら、身をわきまえろ、主様の優しさに甘えるな。甘えたらいいでしょ、むしろ主様が、こうしてくれ、って言ってるんだからそれを聞かないのは命令を無視したのと同じじゃない。たとえそうでも誠意を見せる、それが従属としてのあり方だ。わかった、俺と話すときは各々が納得がいく方法で話してくれ。それに野良、それを言い出したらフラよりよっぽどひどいのがいるから。おお、男の友情より女の愛情を優先した主様よ。帰ってきて早々従属たちと戯れているのかな。ふう、よこ失礼するぞ、主様。納得がいかない、なぜ主様は私ではなくネルを側近に置いたのか。硬い女は好かれないからな、少々物腰を柔らかくしてはどうかな、フラ。そういう意味で言えばネルは柔らかすぎて、遠慮のかけらもないよな。おお、セクハラ王子の主様、私の肌が柔らかいなどわかっているがそこまで意識されると照れるというもの。誰もネルの肌の話なんかしてないよ、捏造すんな。それよりネル、いつもの服着てないの珍しいね。ああ、私は側近になってから主様の着せ替え人形さ、いろいろ持て遊ばれているよ。持て遊ばれる？それもネルの妄言だろう、主様も苦労しているのですね。ああ、とりあえず二人はカナとソフィアの元に向かってくれ。明日から本番だからね。二人が納得いくまで付き合ってあげてよ。了解しました。お任せください。うん、いっぱい教えてくるね。さて、お邪魔虫たちがいなくなったな。私も本来の目的を果たそうかな。本来の目的、何を企んでるの、ネル。少し目をつむってくれないか、主様。な、何をする気なんですかね。ネルさんは、乙女の口から言わせる気かな、無神経で鈍感な主様。ほら、目をつぶるのだ、何、悪いようにはしないさ。わかったよ。まさか、そんな、いや、でもネルが俺のことを、いや、それは、でもなぁ。絶対に良いというまで目を開けてはならんぞ、我慢知らずの主様。ネルさん、なんか布が擦れる音がしているのですが。音を聞くな、恥ずかしいだろう。あとはこうして。よし。なんか違和感。よし、いいぞ、妄想癖がすごい主様、目を開けてみるのだ。確か、別に俺はやましいことなんて。で、あれ？目が、開かない？私としたことがバランスが悪くなってしまったな、残念残念。ネルさん、目が開かないんですが、これはどういうことでしょうか？ああ、それは昨日、レイアポストール、序列1位のゲールに頼んで作ってもらったんだ。無能で無力な主様を大会本戦までに少しでもマシにするためにな。それがこれ。この状態で今日は特訓をするってこと。ああ、だが少し違う。その目隠しは主様が今から言う技術を覚えるまでの間だ。大会関係なくね。つまり、今日習得できなければ明日からの予選もその格好で出てもらうことになる。はい。それを今からやるってこと。あれ、主様、なんで目隠ししてるの？見たことない記事ですね。何ですかこれ。ゲールの創生物だね。これはさすがのメリアもわからないと思うよ。あれも独自の創生技術確立しているから解明はちょっと無理かも。昨日来てもらっただろ、あの時の布だ。うせぇ、嫌なことを思い出したよ。天使でもホームシックになるんだな、見える。それはさすがにね、いきなりだったし、しかも数十万年も帰れないし。それに関しては謝罪しよう、まさかミエルの処罰の方が大きくなるとは思わなかったからな。まあ、そこに関しては自業自得なところがあったからね。私、無理難題を押し付けるのが嫌だったから嘘ついて契約内容を偽っちゃったんだよね。まあ、結果偽った内容よりも少ない量で契約しちゃったけど、それでも、レイアポストール、という大勢いる天使族の序列4位である私が、こんな失態を犯したら、レイアポストール、のみんなにも迷惑がいくもんね。考えが浅はかだったよ。だが、ミエル、お前がミガドルエデンの住人の中で一番特別になるんだ。まあ、私の介入はあれど、主様がミガドルエデン内で一番最初に契約した従属、そして常に護衛をする特別な側近。今は平和だが、お前が主様の命を救う存在になるんだ。何せお前は、レイアポストール、だからな。それでも寂しいものは寂しいんだよ。ミエル、泣くのはやめなさい。この声は、ゲール。ゲール、会いに来てくれたんだねー。すっごく会いたかったよー。このおバカ者がー、何をやっているのですか？あなたのせいでミガドルエデン内で私たちの種族は笑われ者です。全く契約内容を偽るだけでも重罪なのに、その上騙されてしまうなんて。
でもね、ケール、さすがに本来の契約をするまではね、きついと思うんだよ。別に帰ってきてもいいですよ。本当。ただし、帰ってきても地位もありませんし、家もありません。帰ってきても待っているのは同志からの軽蔑の目線じゃないですかね。それでもいいなら帰ってきなさい。言っておきますが、この処置はあなたの尊厳を傷つけさせないためなのです。責任持って主様に仕え、できる限り早く帰省できるように努力しなさい。でも、寂しいものは寂しいよ。仕方ないですね。定期的に今回みたいに昇和してあげます。だから泣くのはやめなさい。ありがとう、ケールー。安心しろケール、私の謹慎が解けたら私の領域にミイエルを住まわせるつもりだ。それは別に構いませんが、当分は私に話しかけないでください。全部あなたが原因なんですよ。自覚してます。ああ、だが話しかけるのは無理だ。今からケールにはあるものを作ってもらいたいからな。何を作れと。カゴが加わった布だ。ちなみにカゴは損傷不可のカゴ、そして特性術者怪獣のカゴ。構いませんが、何に使うつもりで。主様の特訓だよ。どうも今のままでは大きな成長が見込めないからな。一筋縄では外せない目隠し用の布が欲しいんだ。あ、光は完全に遮断しておいてくれ。目の感覚を奪えたら完璧だ。仕方ないですね。ミールからはできる限りアシストして欲しいと言われていますから。明日、完成品を野良に持たせておきます。しっかり受け取ってください。感謝する。ということで、その目隠しは私自ら外すまでは絶対に外れない。安心しろ、ケールが作った布だ。まるで何もないかのような通気性、そして肌とリンクしているからかゆみで目をこすっても問題なく欲は満たされるだろう。そして外光は完全に遮断しているから完全に目は使えない。これでどうするんだよ。自身のオーラで全ての情報を得てみろ。そしてその状態でミイエルと戦ってもらう。なるほど、確かにご主人は視界から情報を得ようとする癖がありましたからね。こうやってオーラで周りの情報を得る癖を身につけることができれば、全体の気配を把握、認識して無駄屋敷が一気に減りますね。さて、時間ギリギリまで特訓だ。主様、大会でまともに戦いたいなら早くその状態でも万全に戦えるようになることだな。わかったよ。さすがですね、ネル。ご主人の悪癖をすぐに見極めるなんて。ああ、1年前、主様は目をよく使う戦法を使っていたからな。なおさらひどかった。ご主人の目に残っていた黄金の目と白銀の目ですか？ああ、正直動き自体はあの目を使っていた時の方が断然良かった。時を司る黄金の目は事前に相手の動きを察知していって先の行動を取ることが可能。空間を司る白銀の目で空間の対象物、現象を完全に把握する。そして今、神羅万象に覚醒した主様は目の関する力を全て失っている。そうですね。ご主人が精神のオーブを入手したと同時に神羅万象が肉体とリンクして完璧に覚醒したせいで、以前のご主人の能力の痕跡が全て消えてしまいましたからね。だが実際、そんな目の能力なんか必要ない。それらはオーラ制御で行うことが可能だからな。だが戦闘力オーラにも精度がある。精度の低いオーラは燃費が悪く、精度が高いほどオーラの燃費が良い。そうですね。例えばオーラを100使った場合、精度が低ければそのまま100消費されますが、精度が高ければ50、40と使ったオーラの消費量を減らすことができますからね。戦闘力オーラを増やすのは体を鍛えればすぐに伸びますけど、オーラ精度はそうはいきませんからね。一番難しいところです。そう、つまり精度を上げれば上げるほど、最大値以上のオーラ量を使ってもオーラ数を保つことができる。つまりこの訓練は主様のオーラ精度を鍛え、オーラ技術を身につけ、今以上に飛躍的なパワーアップをするための賭けみたいなものだ。今のご主人の戦闘力オーラでどうやって戦うか、と考えれば一番合理的ですね。ああ、だが言っておく、もし主様が私の想定レベルまでオーラ精度と技術が上がらなければ大会の優勝は絶望的だ。そして私の想定レベルまでこの短期間で成長する確率は極めて低い、とだけ言っておく。そうですか。最低10日間、そこまでの猶予があればな。大丈夫ですよ。今から10日後といえば本戦準々決勝。そこまで勝ち上がれば優勝の確率が飛躍的に上がるってことですよね。大会は何日で行われるんだ？10日から13日までは開会式と予選リーグ、15日から本戦1回戦、17日に2回戦、19日に準々決勝、21日に準決勝、23日に決勝、25日に表彰式です。なるほど。ならまず主様は予選と1回戦、2回戦を勝ち上がること、そして私の想定レベルまでオーラ精度と技術を高める。それがまず前半戦の課題だな。明日からはもう本番です。もう休まる暇はないですよ。ああ、主様にはこの大会中は何度か生死をさまようレベルまで追い込んでもらわないといけないな。
視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。